判断力批判は、イマヌエル・カントが1790年に刊行した哲学書である。上級理性能力の一つである判断力の統制的使用の批判を主題とする。しばしば第三批判とも呼ばれる。第一部、美的判断力の批判と、第二部、目的論的判断力の批判からなり、判断力に理性と感性を調和的に媒介する能力を認め、 これが実践理性の象徴としての道徳的理想、神へ人間を向かわせる起源となることを説く。同時代の哲学や芸術理論に影響を与えただけでなく、美学、目的論、自然哲学においては、現代も読まれる古典的対象である。また、第一般の序論、通称第一序論は判断力批判だけでなく、関東の批判哲学の展開全体を考える上で、 重要な書であり、カッシーラーとの哲学者からも注目される。当初は趣味判断の批判として構想されたが、後に、カントは美的判断である、趣味判断と目的論的判断が根底において同一の原理を持ち、統制的判断力という一つの能力の展開として説明されうるという構想をうるに至った。これは、第一批判、純粋理性批判から、 プロレゴオメナを経て、第二批判、実践理性批判へと至るカントの施策の展開、とりわけ理性についての把握と構想力概念の展開を反映している。このため最初は構想になかった目的論的判断力の批判が書かれ、第一版は1790年、出版社ドラガルドによってベルリンで刊行された。後にカントは、 自らの批判哲学体系の解説でもある第一版の序論を全面的に書き直した。以後の版には第二版以降の序論が常に付けられ、第一版序文は特に判断力批判第一序論と呼ぶ。本書の主要概念である趣味判断とは人間が物事の微醜を判断する際、その判断の基準は個人の趣味であるということを意味する。例えば、このバラは 美しいと判断する場合には、個人の感性、表彰から行われたと解釈される。ここで行われる判断とは、対象の性質を認識することによって行われる判断ではないという考え方である。そしてこの親身判断で美衆を判断する際には、回顧を基準として判断されるということであり、あるものを美しいものと知覚したならばそれは、自身にとって、 快楽をもたらすこととなるものであり、趣味であるという立場となる。逆にミニキーと知覚したものならば、それは自身に苦痛をもたらすこととなるものになるというわけである。ここでの知覚は人間にとって最も単純な事柄でもあるというわけであり、趣味判断というのはこのような単純な形で行われていると位置づけられる。純粋な趣味判断は、 感覚様式における純粋な形式を把握する。前とは異なり、美は概念及び関心を持たない、優越の対象である。美の判断においては想像力と個性とは一致する。これに対し数項においては想像力と理性との間には矛盾がある。数項美は、それとの比較において、一切が小さいところのものであり、感性の一切の基準を超える。 純粋理性そのものにおける優越である。添付の才能である天才は芸術に対して規則を与える。天才の作品は半径的であり流派を持つ。美的芸術は言語的、造形的、感覚有戯的に区分される。最高のものは詩芸術であり、個性を実現するものとしての想像力の自由な遊戯である。美的技術である趣味判断は 芸術にとって書くことができない条件として最も重要であり、故にいかなる天才といえども趣味判断を服属させることはできない。もしも趣味判断と天才の二つの特性が対立する場合にどちらかが犠牲にならざるを得ないのならば、その犠牲はむしろ天才の側において生じざるを得ない。恣意的な概念作用よりも、 芸術の内実的な美的技術すなわち趣味が決定的に優先されるのである。自然目的の概念は構成に適した物質を適所に組み入れる。有機物においては何者も,も無駄でない。また例えば一本の木は種族あるいは個体として自己を生産する。自然の所産においての目的の原理は自然の特殊な法則を探求するための発見的原理である。 全自然の理念は、原因は常に目的論的に判断されねばならないという課題を課す、ものである。美はいわば道徳的なるものの象徴である。道徳的本質としての人間の原存は、自らに最高の目的そのものを持つ。神の概念を見出したのは、理性の道徳的原理であり、神の原存の内的な道徳的目的規定は、 最高原因性を支援すべきことを指示して自然認識を補足するものである。ありがとうございます。